こんにちは、着物花房のおかみです。今日はね、いつもというよりも少し地味なお話かな。法事のお召し物のお話をさせていただきたいと思います。法事の時にこういう装いしましょうねっていうのは、この間のね、インスタライブでもさせていただきましたし、また、YouTube でね、後でお知らせしますけれども、 YouTube でも詳しくお話ししています。その中でよく私がね言っている難点の呪文ね、色無地を仏主義にも使うんだったら、こういう難点呪文なんかしたらいいんじゃない、その難点というのは難を転じるっていうことですよねって言っているような呪文がこれのことですね。まあ、それとあんまり積極的には言ってませんけれども、こういう糞土をね測り、そういうようなあんまりすくすく広がらない、当たり障りのないような呪文だったら、こういうお召し物もいいんじゃないかなと思います。あと法事の時だったら江戸小紋ね、江戸小紋も今回はお揃えしています。今きっとチカチカしちゃってるね、これ千筋というものですね。それとこれが炉のね、色の色無地の時にはこういう炉、やっぱり炉の帯締めてね、そのお盆ですか、そういった時のご法事などはこの色無地にこの黒い帯とかっていうようなのが夏のお盆の時のね装いになると思います。はい、はい、こんにちは、着物花房のおかみです。17日から法事の帯の着物と帯の会をやりますっていうふうに申し上げています。17、18、19、20、21、5日間ですかね、とても短い期間ですけれども、それをさせていただこうと思っています。まあね、今回ね、どうしてそれを思い立ったかっていうと、ちょっと倉庫を整理していたわけですよ。そうしたらね、川島織物さんの頃の炉の帯が12本出てきたの。まあ、本当は13本出てきたの。でも一昨日買ってくれた人がいたので、今12本。洗えるね、先生。ああ、そうか。これもうなんか炉の帯ね、もう服用の炉の帯なんて、まあちょっとなかなか売れないなってなってしまって、下げてしまってたんですね。もう店から倉庫に移動していたんですけれども、まあちょっともしかしたら今このインスタっていう形を取れば皆様にご紹介できるんじゃないのかなと思って、それで、倉庫から引っ張り出してきました。それをね、まあもうぶっちゃけ倉庫に入っていたものですし、お安いお値段で皆様にお分けできるんだったらいいんじゃないかなと思います。だから今回は、まあ着物ももちろんご相談に受けた、ご相談さ乗りますけれども、まあどちらかというとその出てきちゃったぞ帯、これがそれなりのお値段に、ご欲しい品のお値段にいたしましたので、それを見てもらいたいなと思って、今日のインスタライブお願いをしております。ちょっとあっち撮ってくるね。はい、まずね、その川島織物の炉の帯なんですけれども、その川島織物さんっていうとこね、有名な帯のメーカーさんですけれども、前うちでやっていたんです、やってもらっていたんですね。その見えるかな、このしっかりと軍配マーク、ここにね入ってると思うんですけれども、川島独特の軍配マークもちゃんと入っています。それで柄的にはね4柄なんです。一つが、あ、これは全然見えなくなっちゃったね、わかりますかね。一つはこういうふうに縦枠になっているような柄ですね。で、これが炉の帯、川島さんの軍配マークもくっついている炉の帯ですね。これを36,000円、税込み39,600円でお分けしたいなと思います。
で、これはこれがね、縦枠っていう柄なんですね。で、これはこれ、こういう柄もあります。もう一つこういう柄があります。これは八つ橋という柄です。で、これが雲紋、雲の紋ですね。雲紋という柄です。で、そしてこれが遠山です。遠山という柄です。この柄で言ったら4つね、この雲紋とこの遠山とこの八つ橋とこの、縦枠の柄、それどれもがお仕立て代込みで3万、税金も入れて3万9600円ですね。はい、はい。で、次にね、今度はドライクリーニングなの。今の川島さんの夏の帯は全部水でジャーって洗える分なんですね。はい、あ、ごめん。はい、それで次の分はドライクリーニングになります。こちらの方はね、絹を一部使っちゃってるんですよ、うん、当時私が試験でいろいろやった時のものなのね。で、ただやっぱり色はいいですよ、うん、絹を使っているので色はいいかなと思っているのがあります。それが3柄あるのかな。それはね、ロじゃなくってこういうふうに普通の時に締めるものです。こういう時に、あ、インスタライブの中の夏帯炉の雲をくださいってもうメッセージが入ってますね。そう、もうね、おとといの長襦袢ね、全部これで完売しちゃいましたよね。びっくりしちゃった私。はい、で、これがなんだっけ、皮脂に丸紋ですね。皮脂に丸紋、これね、ドライクリーニングなんです。その全部絹じゃないから、そんなにややこしい手入れはいらないの。 ほとんど ポリエステルで半分以上できているから、だから多少濡れたって何したって大丈夫なんですよね。ただね、丸々洗われちゃうとちょっと辛いなと思ってドライにしてお願いをしています。これが割り付け断紋という柄ですね。これ全部で4本、これはもう1本しかないの。この皮脂にこれが2本あって、で、さっきのボタン唐草がこれが、これも1本しかない、これも1本しかなくて全部で4本です。ドライにしてもそんなにお手入れ代高くはかからないんですけれどもね。はい、そんな感じのものがありますよ。これはね、私が一時期絹を縦の糸を絹を使って横にポリエステルをやってちょっと実験をねしていた頃のものです。でもね、その代わり、すごく締めいいですよ、うん、締めいいし、あと、まあ、黒の色がすごく綺麗かな。はい、それで、あとね、これはごめんなさい、絹です。この間の法事の帯の話をしたら、そうしたら、あれ、先ほどの雲をいただきますって入ってるですね。今の方すみませんけど、後で DM を頂戴できますかね。はい、ご連絡をさせていただきます。こちらはね、絹です。絹の柄で5柄ぐらいだけど、今私は手元に2柄しか用意しなかった。グレーの帯を法事の帯でいくつか紹介したら、その時に問い合わせが結構あったんですね。だけどもう、うち自身の洗える素材のグレーはないので、まあ、一応、まあ、こういうの欲しい人のためにも、絹でですけれども、5、6本用意をしております。これは6万8000円の消費税、7万4800円です。これもかなりの特価だと思いますよ、向こうの入り値からしたらね。はい、
って感じでした。雲の帯よっても言ってくださった方がお二方いらっしゃいましたね。順番に連絡させていただきます。17日からです。それは明日と明後日私がお休みをいただきたいので今日これを放送してしまいました。でもまあ別にDM ででも LINE ででも何でも連絡をくだされば順番に、先着順でお分けをしています。まあ、一応見てからっていう人は行くから取っといてねっていうコールでも結構です。おとといでしたっけ、金曜日、いつだったっけな、 2,3 日前に炉の長襦袢のお話をさせていただきました。インスタライブで10単染めたよって。そしたら24時間以内に10単ともなくなっちゃった。皆さん本当すごいなと思いますね。まあでも今回のうちのその商品、特に炉の川島織物の帯、あれは絶対お買い得だと思いますよ。またそうだそうだ、オンラインショップで多分皆さんがこれを切ったあとぐらい、着物花房のホームページ来ていただいたら、私のプロフィールからでもオフィシャルのプロフィールからでもリンクツリーね、オンラインショップ来ていただいたら上がってると思います。さっき、ウェブ担当君が一生懸命やってくれていたので、まあ、上がった頃だと思いますよ。見てください。そこにちょっと詳しく載っています。はい、じゃあ17日からこの帯をお店で販売始めますので、どうぞ皆さんいらしてください。今日はありがとうございました。じゃあね、バイバイ。はい、こんにちは、花房のおかみです。さっきね、私見てくれた人もいると思うんですけれども、武州着用の帯の今度ちょっと特価で出すよっていうような、宣伝をしました。17日からの回で出しますっていうお話をしました。そしたらですね、もう早速たくさんのリクエストをいただきました。でそれでですね、ちょっと見たら、すいません本当に申し訳ない、この雲のこの帯ですね、この炉の川島織物の喪服用の黒の炉の帯3本在庫あったんですけれども、全て長尺でした。長いふくよかな方向けの寸法でした。なので、まあふくよかな方であれば大変なお買い得だなと思います。同じお値段、同じ税込み仕立て代も込みの 39,600 円でさせていただきます。ただですね、普通の寸法の方であれば、これはまあ端を入れないと締めるのが長すぎると思います。でその端もね、もちろんその見えないところ、そのお太鼓の三角の部分だったりとかするところに上手に端を入れていきます。だから締めるのに対しては何の差し障りもないです。ただハサミが入ったものは嫌だってもし思われるのであれば、ご購入の方はちょっとお控えくださいませ。まあね、こういうものだからね。でしかも洗えるしね、炉でね、で炉の証券の帯だったらもう汗で一回やっちゃったらもう潮吹いたみたいになっちゃうし、締めるだけで羊羹色になっちゃうし、私はとてもとてもこの炉の、黒の帯便利だと思います。オンラインショップでね、他の柄はあれ出ていますし、他の柄は全部波尺です。ただこれあと2本だけ、さっきね、もう放送中に1本お買い求めの方が出ました。その方には今お電話をしてご了解をいただきました。ちょっとハサミ入りますけど、締めるのにはどこも差し障りはない形状になりますというお話をさせていただきました。ぜひそれをねご理解の上、お求めいただきたいと思います。
こういう黒のね、あのもの、繊細なものだからね、なんか何かがあった時に用意するのではちょっと嫌でしょ。だからこういう機会の時にと思います。それとあとさっきインスタライブで言い忘れました、この白の長襦袢、儀式の時に着る、もちろんこれは慶長を使います、この本門の柄です、あの襦袢です。この本門の襦袢の白の長襦袢、若干の折り傷ですね、まあ着るのには何も差し障りはない、若干折り傷が確認されたものが出たので、まあこれも49,500円、お仕立て代込みで49,500円で、お願いしたいと思います。これ5単ちょっとした折り傷が、でも着用したらまず分かんないものが出ましたので、それも49,500円、洗える白、儀式用に洗える白があると便利だと思います。すいません、先ほどの IGTV 私のご紹介したものと今の訂正版と合わせて後ほどアップをいたしますので、合わせてご覧くださいませ。それでは17日からまた皆様とお目にかかれたいと思います。どうも失礼いたしました。ごめんください。バイバイ。